向けての戦いはすでに始まっています。第2回パリオリンピック日本代表選考会トップ32です。女子決勝、伊藤美誠と石川佳純の対戦になりました。平野さん、はい、実はこの2人はこの選考レース、今回が対象大会3回目なんですけれども、はい、なかなか過去2回は成績を残すことができなかったんですね。そうですね、まあ、そういった意味では実力がある2人なんですけれども、はい、やはり海外の選手と対戦をするのと国内での、まあ、対戦というのはまたちょっと変わってくる部分はありますので、はい、まあ、その中でなかなか、ね、こう結果につながらない、ちょっとこう苦しい思いをした2人ですよね。そして伊藤は何といっても準決勝は早田ひなとの激闘がありました。もう本当に最後までどちらが分からない、勝つか分からないか、そんな試合でした。そうですね、最後の1球、伊藤選手が決めた時のこの表情でね、もうすごい試合だったというのが伝わってきましたけれども、はい、まあ、でもこの試合を勝ち切ったからこそ、まあ、この決勝もね、間違いなく伸び伸びとプレーしてくれると思いますね、はい、ゲームカウント3対1でリードしていたのが3対3に追いつかれて、最終ゲーム10対4でこれは伊藤勝ったかなというところから10対9まで追い上げられて最後の1本で勝ったんですね。いや、もう早田選手も昨日の試合見てましても、はい、非常にいい状態で今日の伊藤戦に臨んでいましたので、まあ、本当にどちらが勝ってもおかしくなかったんですが、この、ね、プレッシャーのある中で勝ち切る伊藤選手の強さっていうんですね、はい、まあ、それをこう示した試合だったと思います、ね、そうですね。そして選考レースは24年の1月まで続くんですが、実は伊藤はもうこの大会がパリに向けての天王山だと、そんな言い方をしました。まあ、実は2023年、今年の世界卓球は9月にあるんですが、23年の世界卓球もこのポイントレースのポイントが関わってくるんで、だからこそもう序盤に先行したいんだという、そういう意味なんですね、はい、そうですね、まあ、はい、来年の世界卓球出場できるかどうかというところもね、大きく関わってきますからね。さあ、いよいよ女子決勝、伊藤美誠、石川佳純の一戦が始まります。画面奥、石川のサーブから始まります。まず最初のポイントは石川です。さあ、この対戦ですけれども、平野さん、どう予想されますか。はい、やはり伊藤選手側からするとサーブレシーブからのこの早い展開で点数を稼いでいきたいと、まあ、石川選手に関しましては、まあ、今1球フォア前に短いサーブ、2球目はバックに長いサーブといきましたけれども、はい、やはりこう伊藤選手ですね、バックの表ソフトを狙ったサーブというところは間違いなく出てくると思いますね。まあ、実は2人はこの前の T リーグカップで対戦しました。2回戦でした。その時には伊藤がゲームカウント4対2で勝っています。石川は伊藤のサーブ単体ではなくて、その後のスマッシュのプレッシャーがあったと話をしていました。バックで、うん、外から入れようとしますけれども、ネットに光ります。伊藤選手はね、やはりサーブの幅といいますか、はい、回転の変化、まあ、いろんな種類のサーブを持ってますので、まあ、何度対戦をしてもやはり初めはね、レシーブ石川選手手こずると思いますね。ストレートに持っていきました。レシーブですね、伊藤選手はある程度あのバックに長いサーブを読んでですね、まあ、バックで勝負をしたりフォアで回り込んだりと、で、まあ、早めの攻撃というところを仕掛けてくると思います。はい、強打はオーバーになりました。さあ、序盤は伊藤がリードしています。どちらが勝ってもこの選考大会は初優勝ということになります。伊藤と石川佳純のこの決勝戦です。まずは序盤は伊藤がリードしました。ここもあの早田の時にもサーブを効いてたんですね、はい、まあ、これはまあちょっと巻き込み系のサーブ、はい、長いサーブでいきましたよね、ただ長いサーブといってもこう石川選手のバックミドルをついた、まあ、やはりこう回転の変化だけでなくコースのところもですね、はい、しっかりと意識しながらサーブ組み立てると思いますね。バックでいきますが、このボールはネットに当たります。まあ、実は2人は選考レースのポイントは伊藤美誠が現在5位タイ、石川佳純は7位ということになっています。まあ、実は伊藤はやはり東京オリンピックが終わって少し目標を見失っていたところがあった。試合をしてても練習をしていても何のために頑張ってるんだろうと、非常に苦しかったという話をしています。オーバーです。落ち着いたですね、はい、
ぱりオリンピックの激闘の後というのは平野さん、そういうふうになってもこう仕方がないようなところありますよね。どの選手もね、そういうメンタル的な調整が難しいことはあると思いますし、はい、あとは伊藤選手はもう本当にこう死に物狂いで東京オリンピック、もう金3つを狙いに行ったということは、はい、もう練習試合を見ていてもう誰もが感じてたことなので、そこから の、ね、切り替えというのは難しかったですよね、はい。だからこそ伊藤は大きな目標、パリオリンピックのシングルス金メダルという目標を立てて自分のモチベーションを上げてきました。そしてそのためにはこの選考会で勝ち抜いていかなければいけません。おー、見事な石川バックハンド。石川選手はチキータだけではなく、はい、今のようなバックフリックですね、まあ、今ではどちらかというと珍しいレシーブですけれども、まあ、これも一つ大きな特徴ですね、はい。最後までコースを隠して伊藤が反応ができませんでした。今度は打ち合い、ここはフォアハンド伊藤です。早田との一戦もこのフォアハンドが非常に安定していた伊藤、ロングサーブからバックで止める、ストレートへ持っていく、叩いて決まりました。多彩なボールを繰り広げてきました伊藤。一つのボールでいい、ラリーでいろんな種類のボールがありました、はい。さあ第1ゲーム、ゲームポイント。石川ストレートに持っていきますけれども、オーバーです。第1ゲーム女子の決勝、伊藤美誠が取りました。コートサイドには福田明さんですけれども、その選手の間近での戦い、雰囲気、感じどうですか。当然この会場のアクション、福岡の皆さんはマスクをしての観戦になりますよね、で大きな声は出せないんですが、その分こう小刻みに数多く手を叩く、はい。でまた通常だったら石川さんとか伊藤美誠さんって声は飛ぶんですが、全く声が飛ばないんで、その分異常なまでの緊張感がこのフロアありますね、はい。まあ、なんといっても全てがこの直接対決でポイントが積み重ねられていくわけですからね、はい。そうですね、2人とも非常にいい表情してますよ、はい。まずは第1ゲームは伊藤美誠が取りました。比較的何か伊藤のやりたいようなことをやって取った印象がありますけれども、この第2ゲーム、今度は石川がどういう反撃に出てくるでしょうか。第2回パリオリンピック日本代表選考会トップサーフィン2です。すでにパリへの戦いは始まっています。世界ランクで今までは決まっていたシングルス2つの座、それがこの国内選考会重視という方針に変わりました。持ち上げる、今度はミドルをついてきました。まあ、第1ゲームから非常に伊藤の有利な形で進んでいます、はい。そうですね、石川選手は比較的伊藤選手のバック側にボールを集めているんですけれども、はい、伊藤選手のサーブからの3球目、まあ、そしてまあそれぞれのレシーブ4球目もそうですけれども、伊藤選手がバックハンドで石川選手のフォア、厳しいフォア側を突く、はい。でそこからまた今度はバックストレートに行くと、ちょっと石川選手がこうコース取りを読めてないといいますか、全部こう振られていく形、まあ、ですのでこう特徴的にでもあるフォアドライブというのがね、なかなかこう出せていないような状況になってますね、はい。これもねフォアでは打つんですけども、はい、そう強く打てるボールではないですからね。そうですね、レシーブがちょっとこうフォアサイドに行ったので、はい、石川選手は打点を下げる形になって、そして伊藤選手はバックアンド高い打点で打つと。今度は攻撃に来ました。さあこれで石川が1ポイント返しました。石川選手一つ突破口とすれば、少しこう軽めの回転量の少ないボール、まあ、それで伊藤選手が少しネットミスをしているボールがありますので、はい、あのボールをうまく使えるかどうかですね。決勝も7ゲームマッチで行われます。ちょっと立ち位置を変えた、打ってくるがこのボールオーバーになりました。うんうんとうなずいた伊藤です。
でストレートに。バックハンドもこう弾くようなスマッシュ系のボールと、今のはドライブでしたよね。この回転をうまく利用したドライブで、本当に裏ソフトの選手と変わらないぐらいの回転量がありますので、ちょっとまだこう回転の計算というのが石川選手できていないので、こう角度の調整ができていない、まあ、そんな状況ですよね。この伊藤のバックハンドドライブは、いわゆる表ラバーのその可能性を広げたというふうにも言われています。ロングサーブだ。さあ石川がここはロングサーブを出してきますが、伊藤のポイント。最初に平野さんがポイントに挙げた一つがこの石川のロングサーブです。今度はフォア前に、はい、石川のポイントになりました。まあ、石川はあの東京オリンピックの時も平野美宇とのシングルスの代表争い、もう最後の最後までデッドヒート、最後のカナダでの大会で結局はね、世界ランクなんですけれども直接対決で決まったわけですもんね、はい、そうなんですよね。少し浮きました。ここはレシーブが浮いて高い打点で伊藤が打ち込んできました。伊藤選手のこのバックハンドのボールに対して石川選手がこう距離ですとか、はい、こうタイミング合ってないですよね。うん、このボールオーバーです。まあ、この2人の対決ということになりますと、2021年の全日本の決勝でもありました。その時には石川がゲームカウント 1-3 からの逆転、5年ぶりの日本の頂点に立ちました。そして今年は伊藤美誠が全日本で優勝しています。バックで、ここは伊藤のポイントです。伊藤選手全体的に打点が非常に高いですね、はい。まあ、ですから速さはもちろんそうなんですけれども、こう上からこう畳みかけるようなボールなので、ちょっとこう角度がついてね、ブロックしにくそうですね。それとやはりあの非常にフォアのミスが早田の時もそうなんですが、はい、減ってるんですよね。そうですね、あの全てに対してこうフルスイングしていくというよりは、こうボールに合わせながらこうカウンタードライブというんですかね、あまりこうスイング自体は大きくないんですけれども、こう一瞬にしてこう回転を利用しながら打つような、まあ、そんなボールも非常に多く見られますよね、はい、これもサーブが効いています。サーブレシーブで主導権を握っているこの伊藤美誠。ただ石川はこのところはやはり負けた試合があったとしても反省していい練習ができていると、そして来年の世界卓球に何とか出たいんだというふうに話しています。ここもストレートに持っていきます。今年の世界卓球は9月末から始まりますけれども、すでに選手たちは今年だけではなく来年の世界卓球もその目標に据えています。伊藤バックハンドはオーバー。さあ石川がどうやって反撃の糸口をつかんでいくか。ここはオーバーになりました。じりじりと追い上げています。これで4点差。強打、最後は3球目攻撃で決めていきました。さあ女子の決勝、伊藤美誠と石川佳純、伊藤がゲームカウント2対0です。伊藤が第1、第2ゲームを取りました。さあ平野さん、はい、1、2ゲーム見てどうでしょうか。そうですね、石川選手は、まあ、全体的に基本的に例えばレシーブですとか3球目ですとか、伊藤選手のバックハンド面に集めてからの展開というのをイメージしているんですが、はい、そのバックハンドのボールに対してちょっとこう距離とかタイミングが合っていないので、全体的にそのバックに集めているんですけれども、そのバックでやられてしまっているというような状況に今なっているんですよね。ですからまあ大きく、まあ、サーブレシーブからフォア側、はい、あるいはまあフォアミドルあたりでフォアハンドを振らせる形に切り替えるのか、あるいはバックに詰めてその次をもう徹底的に狙っていくというのがいいですね。まあ、そういうちょっと大きく変化させないと、はい、
今のままでちょっと難しいかなと。どちらかというとコントロール重視で、初めのサーブレシーブ3球目4球目入っていますので、はい、まあ、ですから石川としてはその2つをどう織り交ぜて反撃していくかですね、はい、さあこれから第3ゲームが始まります。伊藤と石川佳純の決勝です。まあ、伊藤が理想としている4球目以内で決めるというのを第1第2ゲームは見られました。第3ゲーム最初のポイントは石川。いいスマッシュですね、はい、少しでも甘くなりますとドライブではなくてこうやってスマッシュで決めてきます。全体的にラリー戦では、まあ、フォアハンド伊藤選手ドライブが多めですけれどもちょっと甘くなったらスマッシュという、ね、この球質の変化がありますね、はい、パリに向けての戦いはすでに始まっています。第2回パリオリンピック日本代表選考会トップ32です。女子の決勝伊藤と石川の戦い、第1第2ゲームを取りました伊藤、そしてこの第3ゲームも今3ポイント目を取ってぐっと拳を握りました。今年は世界卓球が9月30日から団体戦始まります。もう伊藤はね、あの日本のエースとしてね、今回は精神的な柱としても活躍しなければいけない大会ですもんね。そうですね、まあ、団体戦になるとまたシングルスとは違うプレッシャーを選手たちは感じるものですからね、はい、まあ、今度の世界卓球の団体戦はこの石川がいません。女子は左が2人、バック表2人、カット1人という右の裏裏という一番オーソドックスな選手がいないという日本ですもんね。そうですね。さあここで石川3対3追いつきました。この第3ゲーム石川選手のこう表情を見てますと、はい、ちょっと今までよりも攻撃仕掛けてくよというようなね、はいはい、まあ、表情とか、まあ、構え方なんかを見ているとそういう、こう圧は感じますね、はい、まあ、今も台上フリック、まあ、ちょっとこう強めに攻めていきましたよね。強打オーバーになりました。ただ石川は今大会はとにかく1戦目からいいプレーができるようにしっかり準備ができたというふうに話しました。この巻き込みの長いサーブですね、はい、そうですね、まあ、短いサーブとこの長いサーブを混ぜながら、はい、また伊藤選手こう立ち位置もうまくこう変えていきますので、こうちょっと石川選手のこう角度をずらすというんですかね、今度は石川うまい攻撃、相手の逆をついてフォア前に小さいボールを入れてそこからの強打でした。前のボールね、仕掛けるボールうまかったですよね、はい、やはり試合巧者ぶりを見せています。石川もなんとかまずはパリももちろんなんですけれども来年の世界卓球に出たいんだと、そのためにはこの大会が大事なんだと2人ともこの大会の重要性を口にしました。強打オーバーになりました。さあ5対5、はい、まあ、あの1ゲーム目2ゲーム目はこう長いサーブの後の展開ですかね、はい、ここでどうしてもこうちょっとこう伊藤選手の球質を計算できていませんでしたので、でもやっと少しずつ高い打点で攻められるようになってきましたね、はい、これもよく反応しました。さあ今日の試合初めて石川がリードを奪いました。このボールね、はい、そうなんです、レシーブから少しこうフォアで回って、はい、フォアハンドにつなげようというちょっとこう動きをね見せますからね。あ、石川にも声が出てきました。さあこれで7対5、何か石川の流れを変える準備はできたという感じですか、はい、そうですね、やはり、まあ、攻めのボールをもちろん増やしていきたいと、まあ、その前のレシーブからの少しこうちょっと距離を取ったところから高い打点でのフォアハンドドライブ、はい、これが効いてますね、ご覧のように石川はサーブでの得点率というのが第1ゲームからどんどん良くなってきています。
ただ伊藤もこのレシーブ、はい、チキータなんですけども、はい、本当にこうボールを乗せるように、回転を、ね、こう複雑にこうかけていくような、はい、そんなレシーブですけれども、まあ、表ソフトで、ね、ここまでチキータできる選手いませんから。そうですね、はい、来た。しかしこれはオーバーだ。さあまた石川のリード2点と変わりました。少し今度はナックルのサーブだったんですよね、はいはい、今のも同じように見えて少し回転量を落としてのサーブでしたので、伊藤選手ちょっとオーバーしてしまいましたね。ですからあとは石川にとっては伊藤のサーブの時にポイント欲しいですね、はい、そうですね、まあ、レシーブをしてその次の4球目で、まあ、少し攻めの形を作れるかどうかですよね。ここは伊藤、流れは渡しません。静かに拳を握りました。何かお互いに静かなんですが、この試合にかける気持ちはすごく、はい、出てますね。かける思いというのがね、はい、表情とか、まあ、仕草とかそういったところに現れてますよね。ですよね。さあまた卓球台の上に落ちた汗を拭いてもらいます。対8。さあここからはこの試合の大きな鍵を握る場面です。ロックサーブから来た伊藤、フォア振り切りました。そして拳を握りました。このポイントの大事さが分かっているからこその石川もロングサーブを出していった、はい、伊藤選手のコース取り良かったですね、ミドル1球今度はフォアに1球それで最後狙うと。ストップからコースを変えていきました。ここは伊藤が左右に振っていきました。大事な8対8からのポイント伊藤が連続で取りました。さあ第3ゲーム伊藤ゲームポイント。なんとか石川はここは踏ん張りたい。強打、最後決まった、ね、はい、1球は石川なんとか取りましたけれども最後フォアハンド決めていきました。さあ伊藤美誠が選考会初の優勝まであと1ゲームとしています。第3ゲームは最後接戦になりましたけれども8対8から伊藤が3連続ポイントでした。いや平野さん、はい、1、2ゲームとはちょっと違った展開になりましたか、はい、そうですね、石川選手のフォアハンドの点数につながるボールありましたけれども、やはりこう最後の、部分ですね、見て分かる通り、やはり台上プレーのですね、厳しさと、あとやはり伊藤選手は何度見てもこの回転を操るというんですかね、はい、回転のこう計算であったりとか、まあ、回転量をいろいろ変えていく、まあ、その中にやはりこう厳しいボールで今日は伊藤選手のバックハンドで石川選手のフォア側に本当に最後に切れていくような、はい、そんな厳しいボール、あそこは非常に得点源になっていますので石川選手からするとあそこがあるがゆえにちょっと回り込みがしにくいというところはありますよね。はい、さあ伊藤3ゲームを取ってこれから第4ゲームということになります。女子の決勝伊藤と石川です。第3ゲームは接戦になりましたけれども伊藤が取りましてゲームカウント3対0。ただ全日本では1-3からひっくり返した石川、第4ゲームです。ポイントは石川に入ります。少しバックミドルにツッツキをしにましたね、はい、そしてまた汗を拭いてもらいます。第2回パリオリンピック日本代表選考会卓球2022トップ32です。女子の決勝です。初めて両者ともこの選考会で決勝まで勝ち上がりました伊藤美誠と石川佳純。
藤が3ゲームを連取して第4ゲームに入っています。長いサーブからわ、そしてコース散らしてきました。最後うんとうなずいた伊藤。パリオリンピックへの道は2024年1月までの2年間で世界卓球や国内選考会 T リーグなど独自の選考ポイントを付与し、上位2人をシングルスの代表に選出する方針、いわゆる今までの世界ランクから国内重視という形に変わりました。つっついていく、もう一回つっつく、あ、3球連続でつっついた後にドライブ。なかなか珍しいプレーですね、はい。まあ、このクラスの選手は連続でこう、ね、つつき合いをするというのはないんですけれども、おそらく石川選手からすると簡単にこうドライブで持ち上げると上から叩かれるというところで、はい、ちょっと先に打たせたいという気持ちもあったのかもしれませんね。よく飛びついたフォア、ここも動き、ヒットは軽やかでした伊藤。当然今までは伊藤にとっては対中国という対策を練習をしていたのが、今は選考会が始まったということで国内の対策もしなければいけないという、ここを思い切ってきました石川です。ですから伊藤にとっては本当にたくさんの対策練習をしなきゃいけないんですね。そうですね、まあ、これがこう対人競技の難しさといいますか、はい、本当にいろんなタイプの選手がいますので、はい、いろんな選手にねこう合わせていくっていうのは難しいですよね。そうですね。あ、ここもミスが出ません伊藤です。まあ、選考大会が3月の第1回選考会、そして先月の T リーグカップと2大会あったんですが、伊藤は5位タイ、石川は7位ということでちょっと2人が出遅れました。そしてバックハンド決めていきます。だからこそ2人は今大会で巻き返すことが重要なんだというふうに話しています。さあ、ここで石川がタイムアウトを取ります。まあ、伊藤が本当にこの決勝は何かね、相手につけ入る隙を全く与えないという、そんな戦いですか。そうですね、この第4ゲーム石川選手は少し伊藤選手のミドルに、まあ、ボールを集めたりとかもしてるんですけれども、まあ、そのミドルに来たボールをですね、フォアハンドで打ったりバックで打ったりということで、まあ、それ以外にも伊藤選手の、あのフォアハンドのボールですね、はい、こうちょっと見ているとこう癖玉といいますか、あの強く打つというだけではなく、ちょっとボールを外側をこすって、石川選手のバックサイドに行きたいですとか、本当にボールのいろんなところを打って、はい、回転にこうちょっと変化をつけていくような、まあ、そういった工夫も見られますね。そうですね、今日は準決勝では早田を破ってこの決勝に勝ち進んできました。リードでタイムアウトが明けます。石川にとっては大事なポイント、レッドです。サーブ、しかしここは石川が対応しました。さあ、この1本でどう変わるかですね。そうですね、まあ、石川選手はまあ少なくともこの3球目、はい、伊藤選手に高い打点で打たせないように、まあ、今も非常に低いボールで回転量は少なかったんですけど、低い深いボールっていうところをしっかり狙っていきましたね。これで連続ポイント、タイムアウトの後石川追いつきました。5対5、まずは1ゲームずつ取り返していきたい石川。逆転です。一つタイムアウトで、ね、流れをまずは変えることができました。そうですね、少し伊藤選手のミスを誘うことができている感じですね。飛びついたフォアハンド振っていきました。逆に石川がこれだけ悔しそうな表情を見せます。今の表情にはどういう意図があったんでしょうか。そうですね、ちょっとこう迷いがあるというか、あ、まあ、短く行こうとしたのか、ちょっと長く行こうとしたのか、でもちょっとこう入れに行ったような感じでしたので、はい、まだ戦術的には石川選手こうまとまらないのかなという感じですね。
これももう伊藤が回り込んでいました。伊藤選手はこのサーブを出して、はい、相手の守備がここに来るっていうのが、まあ、今日はもう完璧に読めてるんですよね、まあ、ですから非常にこうサーブもそうですけれども3球目の質が高いですね、はい、そしてその3球目バックハンド、素晴らしいですね、いや動かれるとレシーブするときもやっぱりちょっとプレッシャーかかるでしょうしね。かかりますね、はい、この選考対象レースは早田が2連勝していた女子です。おお、ここはストレートノータッチで抜いていきました。今回の決勝は伊藤と石川、本来の実力者が本領発揮で、いよいよこの女子の選考レースも混戦模様になってきました。止める、ちょっと下がって伊藤前に出てくる、そしてフォアハンド振り抜いていきました。選手の安定感がですね、はい、これだけ押されているボールに対しても、はい、まあ、しっかり距離を取って相手のボールを利用しながらもカウンターという形ですね。今度は石川も打ち合う、しかし伊藤が打ち勝ちました。さあ伊藤がチャンピオンシップポイント、ここまではラリー数短い中で得意のサーブレシーブでポイントを取ってきています。合わせる、下がって取れない、そうですね、はい、少し伊藤にも意味が出ましたが、さあ石川のボールでこれでまた2点差になりました。石川選手側からすると、ね、はい、こう長いラリーになれば自分におそらく有利なんだろうという形でもうちょっと、ね、ラリーをしたいと思っていると思うんですけれども、まあ、今日はラリーでもちょっとこう先手を取れているかというと、はい、伊藤選手が押している形が非常に多いですからね。そうですね。さあ今度は石川サーブ2本です。強打、これがアウトになりました。伊藤美誠が選考会での初優勝。さあこれで選考レースは2位まで上がってきたという伊藤美誠です。さあ平野さん、はい、いやこの選考会は早田を破り、そして石川はストレートで破りという伊藤美誠、まあ、まさに復活ですね。そうですね、まあ、この国内選考という、まあ、今までにない、まあ、選考の形になったわけですよね、まあ、その中で、まあ、どちらかというとこう海外のツアーに、まあ、こういろんなものを合わせていた伊藤選手が今度はこう国内の選手に対してどう戦うかというところで、まあ、それがまた